今自分はこうやってエグザイルとして活動させてもらってますけども、もともとやっぱクラブミュージックだったりクラブにいた人間なんで、自分がそういうところとつながる、つなげられる架け橋になれればなぁなんて、大きすぎることかもしれないですけど、もう一度なんて言うんだろうな、音楽シーンを一つにしたかったというか。